まずは君からだ、井上隆と言いなさい。井上隆死ねー！てーな、急に殴りやがって顔面潰れちまったじゃあねえか。男が女に暴力を振るうなよ、三条見習いクソ野郎。人の命を潰そうとしている奴が顔面潰れたぐらいでやかましいんだよ。いいか、人を潰していいのはな、潰される覚悟がある奴だけだ。いや私だって多少は覚悟してたけど、陥没フェイスで生きていく覚悟は足りなかったってこと。もう目隠し外していいから私の顔見て。もう潰れ方がトムとジェリーだから。パワタニさんにお越しいただきました。パワタニさん、よろしくお願いします。野球の神様をやっているパワタニじゃ。え、大谷翔平は二刀流じゃが、え、わしは三刀流、いや、よが、あ、十刀流だったかな。わわ、大谷翔平で嘘つくあなた、狼少年生姜ヤンキース背番号1番ピッチャーマキマ。メカ丸の親戚でしょうか。明らかにピッチングマシーンに見えますが、マキマというアナウンスがありました。これはパワタニさん、どういうことでしょうか。W なんたらかんたらで採用された大谷ルールのように、マキマルールが今大会から導入されたんじゃ。主なルールはシンプルで、マキマのルールこそ正義。つまり今マウンドに立っているのはマキマじゃ、ピッチングマシーンではなくマキマじゃ。アナウンスがマキマと言ったんだからマキマじゃ。うぬはあれ何に見える。まあマキマにしか見えないっすね。よし、さあキックオフの雰囲気じゃ。絶対に負けられない戦いがそこにはある。全部サッカーでどしがたい。初球は様子見て、目指すはパーフェクトゲームだ。ストライク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 、ナインストライク、スリーアウト、チェンジ。でねー、もみあげマンアウト、もみあげマン玉金キック。俺人生のバッターボックス立ってた。光の速さで攻守が入れ替わり、生姜ヤンキースのエースマキマが打席に入ります。ケツの揺れが尋常じゃないですね。2手の残りでしょうか。ストライクストライクストライク、三振、バッターアウト、タイムアウト。ここでマキマからタイムアウトです。一体何があったんでしょうか。おそらくマキマルール発動じゃの。どんなルールに変わるのか見ものじゃの。それ言うなら見物じゃねえ。ああ、わしはそんなこと言っていないが。おっと、ルールが変わったようです。マキマは何進してもアウトにならない。マキマが本物を打つまで試合と支配が終わらないが追加されました。マキマルール恐るべし。打ったー、ホームランです。生姜ヤンキース先制。さすがマキマじゃの。じゃが今のはオフサイドかもしれぬ。 VAR で確認した方が良さそうじゃ。大谷さん、野球にオフサイドはありません。それサッカーです。じゃあオフサイドかの。オフサイドはサッカーにもあります。来るんだ。ぐわあ！あ、はじめまして、コビニです。あの、
われるほど狂ってる。こんなサイコパスに育てた親の顔が見てみたい。え、親の顔ってそんなに気になります？私も親の顔見たことないんですけど、まあ、桃太郎の親が桃なのかぐらいどうでもよくて。でも一つだけ気になることがあって、父親の名前がパテパテポなんですよ。めっちゃ気になりますよね。なんでハイフエホにしなかったのか。ハイフエホの方がバイキンマンみたいでかっこよくないですか？そう思いませんか？君の頭のネジぶっ飛びすぎてて、こっちまで頭おかしくなる。僕らマグラを生徒ぐらい頭おかしくなるわって。あれ、デビルハンターならそれでいいのか？デビルハンターの採用基準は頭のネジがぶっ飛んでるかだからな。あなたが公安を志望した理由は？志望した理由はログポースが一番揺れていたからです。学生時代はどんなことされていましたか？学生時代は薩摩ホグワーツで薩摩グルと方言呪文を学んでいました。チェストー！100点だ。お前デビルハンターに向いてる。採用だ。あささます。イージーリベンジ、気楽に復讐を。よし、これで行こう。じゃあ幽霊仲間、これアキ君に渡しといて。と、ヒゲロ先輩に言われて、イージーリベンジと書かれたタバコを持ってきました。これを簡単に復讐をと読むのではなく、気楽に復讐をと読むそうです。絶対時間と書いてエンペラータイムと読むぐらい難解だと思ったんで先に教えておきました。気楽に復讐をか、分かった、ありがとう。気楽に復讐してみるわ。次なに？たくでんじめ、俺が昨日買っておいたプリンを買って手に食いやがって、あの野郎。よし、気楽に復讐するか。振ったコーラを渡してやろう。なんか違うよ、アキ君。私が伝えたい気楽に復讐はそういうことじゃない。パワーの野郎もトイレの水流さねえし、野菜ポイポイ投げるし、ムカつくんだよな。よし、気楽に復讐するか。ポテカス舐めた指で角触ってやろう。この鼻ほじった指でもいいかもな。気楽に復讐しすぎて復讐がしょぼい。本のしおよ数ページずらしやったぜぐらいしょぼい。もう少し復讐に力入れて。てか、デンジの野郎、愛しのマキマさんの胸をもチュッパチャップスで間接キスしたんだよな。よし、殺そう。死で償ってもらうしかない。急に復讐の熱量が下ってか。気楽に復讐して。エンペラータイム。小さい頃はさ、デビルハンターってモンスターハンターみたいでかっけえなーと思っていたけど、この年になるとモンスターハンターみたいで恥ずかしいんだよな。不思議なもんだぜ。なんかいい求人募集ないか。求人広告で生贄を募集すんな。もコンビニのアルバイトと分けちゃうぞ。もう生贄どもがニッコニコでアットホームな職場感がうさんくさいし、ボンドルドより立ち悪いこれ。しかもお尋ね者大歓迎ってヴィラン連合でも作る気、ポートマフィアでも作る気、もうなぜに好き好んで犯罪者募集する。一体何のメリットがあるんだよって。ん、イケニー先輩のメッセージ？これは興味深い。ブレイキングダウンにいそうな見た目してるけど、とりあえず読んでみるとするか。ふむふむ。写真見ればわかる通り、俺は筋金入りのワルだった。科学と生物の成績以外はオール1。そこ体育じゃないんだ。道徳の成績はマイナス5。学校は毎日サボって飼っていた犬の散歩をしていた。もちろん犬がうんこした時のために黒いビニール袋を3枚持参してな。ん？なんで透明ではないビニール袋を3枚買って？そりゃ決まっているだろう。透明だと人の目に触れるし、周囲の人がうんこの匂いで不快にならないように三重にして結ぶためだよ、こら。ちゃんと道徳あるな、こいつ。そんな不良だった俺は前科もついて、履歴書は汚職まみれ、全身タトゥーまみれ、犬のうんこまみれでどこの企業も俺を雇ってくれなかった。いや、結局うんこ溢れとるやんけ、お前。ビニール袋ちゃんと結んどけよ。もう社会復帰は無理だと諦めていた時に、この生贄募集の広告と出会い、お尋ね者大歓迎だったんで応募し、採用されて今働いています。仕事内容はじーっと部屋にいるだけでものすごく退屈なんですが、来月やっと神社で大きな仕事が待っているみたいなんで楽しみです。こんなどうしようもない自分を拾ってくれたこの会社に恩を返せるように死ぬ気で働きます。飼っていた犬と妹を錬金して作った人語を理解するキメラがね、ちゃんと道徳マイナス5だった。俺は最強のデビルハンターだ。最強の俺を倒せる悪魔は最強なわけだから、お前たちが俺を倒せるようになるまで俺はお前たちを借り続ける。俺はガキの頃から力が強くておもちゃをすぐ壊しちまう。だから壊れないおもちゃが欲しかったんだ。俺がお前たちを最高に活かした奴らにしてやるよ。落ちた。メガドンパンチ。落ちた。うわぁ、ヤコメガドンキック。うわぁ、なんだろう、急にポケモントレーナーみたいに勝負を仕掛けてくるのやめてもらっていいですか。ああ、ウルが言ったんじゃろ、壊れないおもちゃが欲しいって。わしらの壊れないおもちゃ貸してるけど。おもちゃにされるのはお前の方だと思うけどな。ディ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 。ヘレレレレレレレ。岸辺くん、拳銃などの近代兵器の使用を強化するには、人と猛獣は銃というハンデがあって初めて対等と言われるが、君と我が輩の戦闘力の差はそれ以上にゃ。敗北を知りたい。うん、勝てる気がしない。筋肉と発言がバキすぎる。つうか、なんでベッドゴリマッチョな。ピッコロみたいに潜在能力解放した。なんでこいつらがゴリマッチョかって、そりゃ決まってるだろ。筋肉の悪魔であるこのヤツガレの力さ。筋肉の悪魔、そんな悪魔いたっけ。お主はちゃんとアニメ見てねえのか。ヤツガレはアニメ第2話で水かけの筋肉をたぶらかしていただろな。あデンジ、筋肉の悪魔よ、非常に言いづらいんだが、第2話でお前の登場シーンは全部カットされた。すまん。
糸巻き巻き、糸巻き巻き、引いて引いて、パンパンパン。